はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は サイレント第4話について話していきましょうね。コンクールのこうドラマの中では最も泣けるのではなかろうかと。そして最もこう演出と脚本がいいドラマなんではなかろうかと思っておりますが、皆さんはどうでしょうか。いやー、よくできてるなという感じがするんですが、そしてね、役者さんたちがね、こう上手いんじゃないんですか。こう泣かせますね。今回はとうとうね、川口春奈さんの今の彼ね、王子さんですよね、鈴鹿おじさんね、がこう別れようって言ってましたね。好きな人ができたから別れよう。いやー、すごい。これはね、なかなかできることではないじゃないですか。ね、相手のためを思ってのね、別れ、すごい素晴らしい、綺麗ですね。すごい、そんなことはできる人がもうほぼいないんじゃなかろうかと思われますが、皆さんどうでしょうかね。今回はね、目黒蓮さんがね、昔の友達とサッカーをするシーンがねありましたね。よかった、みんな優しいしね。目黒蓮さんのあのこう笑顔がね、こうたまらなくいいですよね。ああいう笑顔っていうのはなかなかないんじゃないですか。ね、もっとこう、なんて言うんだろうね、ちょっと悲しみが混じっている笑顔というか、こう何かが混じってますよね、このね。その演技はこう、ちょっとなかなか他の役者さんでは見られないところなんじゃなかろうかと。私は思いますね。いや、ね、川口春奈さんの弟もね、いい感じですよね。みんながこう、いい感じ、いい感じすぎて、ちょっともう、ね、嫌な人いないっすね。こういうね、嫌な人いないっていうのはいいドラマだね。で、風間俊介さん。こうね、手話の先生。だけど風間先生は耳も聞こえるしね、こう喋れるっていうところはね、他の先生とは違うみたいな感じの描写のところもなんか素晴らしいですよね。作り方がね、カホさんも素晴らしいんじゃないですか。こう、いやー、皆さん素晴らしい。これも今も4回目か。いや、今のところ毎回素晴らしいね、外れなしみたいな。で、なんかこの前は野球でね、90分ぐらい延長されちゃったのが、その間でもなんか公式のそのツイッターの人が一生懸命頑張ってたみたいなね、記事がありましたけど、そういうの大事なんですよね。我々ドラマ見る人にとってはね、ツイッターのね、運営の方々がどれだけ頑張ってるかっていうのはね、結構わかるんですよね。その熱量でこっちも変わってくるみたいなね。そんな感じでいいチームなんじゃなかろうかと思っております。はい、早く来週にならないかと思ってます。はい、それではまた、バイ。